無事な、小泉役も、戸川名蔵役、東京の赤坂への道に木の国坂という坂道がある。これはキーの国の坂という意である。なぜそれがキーの国の坂と呼ばれているのか、それは私の知らないことである。この坂の一方のそばには、昔からの深い極めて広い堀があって、それに沿って高い緑の底が高く立ち、その上が庭地になっている。 道の他のそばには皇居の長い広大な塀が長く続いている。街頭、人力車の時代以前にあっては、その辺りは夜暗くなると非常に寂しかった。ために、遅く通る徒歩車は、日没後に、一人でこの木の国坂を登るよりは、むしろ幾りも回り道をしたものである。これは皆、その辺りをよく歩いた無事なのためである。 無事なを見た最後の人は、約30年前に死んだ、京橋方面の年取った商人であった。当人の語った話というのはこうである。この商人がある晩遅く木の国坂を急いで登っていくと、ただ一人掘りの淵にかがんで、ひどく泣いている女を見た。身を投げるのではないかと心配して、商人は足をとどめ、自分の力に及ぶだけの助力。 もしくは医者を与えようとした。女は華奢な上品な人らしく、身なりも綺麗であったし、それから神は両家の若い娘のそれのように結ばれていた。お女中、と商人は女に近寄って声をかけた。お女中、そんなにお泣きなさるな。何がお困りなのか、私におっしゃい。その上でお助けをする道があれば、喜んでお助け申しましょう。 実際、男は自分の言った通りのことをするつもりであった。何となれば、この人は非常に親切な人であったから。しかし女は泣き続けていた。その長い一方の袖を持って、商人に顔を隠して。補助中、とできる限り優しく商人は再び言った。どうぞ、どうぞ、私の言葉を聞いてください。 ここは夜若いご婦人などのいるべき場所ではありません。お頼み申すから、お泣きなさるな。どうしたら少しでも、お助けをすることができるのか、それを言ってください。おもむろに女は立ち上がったが、商人には背中を向けていた。そしてその袖の後ろでうめきむせび続けていた。商人はその手を軽く女の肩の上に置いて解き立てた。お女中、お女中。 お女中、私の言葉をお聞きなさい。ただちょっとでいいから。お女中、お女中。するとそのお女中なる者は向き返った。そしてその袖を下に落とし、手で自分の顔を撫でた。見ると目も鼻も口もない。キャット声を上げて商人は逃げ出した。一目散に木の国坂を駆け上った。自分の前は全て真っ暗で何もない空虚であった。 振り返ってみる勇気もなくて、ただひた走りに走り続けた挙句、ようよう遥か遠くに、ホタルビの光っているように見えるちょを見つけて、その方に向かっていった。それは道端に屋台を下ろしていた、売り歩く蕎麦屋のちょに過ぎないことが分かった。しかしどんな明かりでも、どんな人間の仲間でも、以上のようなことにあった後には、結構であった。 商人は蕎麦売りの足元に身を投げ倒して声を上げた。ああ、ああ、ああ、これ、これ、と蕎麦屋は荒々しく叫んだ。これ、どうしたんだ誰かにやられたのかいや、誰にもやられたのではない、と相手は息を切らしながら言った。ただ、ああ、ああ、ただ脅かされたのかと蕎麦売りはすげなく問うた。泥棒にか泥棒ではない。 泥棒ではない、とおじけた男は喘ぎながら言った。私は見たのだ。女を見たのだ。堀の淵で、その女が私に見せたのだ。ああ、何を見せたって、そりゃ言えない。へえ、その見せたものはこんなものだったか、と蕎麦屋は自分の顔を撫でながら言った。それと共に、蕎麦売りの顔は卵のようになった。そして同時に、陶賀は消えてしまった。 定本、小泉薬も全集大発刊家庭版、第一書房1937、昭和12年1月15日発行。旧字旧かなで書かれた作品を、現代表記に改める際の作業指針に基づいて、定本の表記を改めました。その際、以下の置き換えを行いました。ある、あるここ、こここの、このそれ。 そのただ、ただ一寸、ちょっとテイル、テイル見る、見るもしくは、もしくは。入力、京都大学電子テクスト研究会入力班、山本隆之。構成、京都大学電子テクスト研究会構成班、大久保優。2004年3月21日作成、青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫。 h t t p w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのはボランティアの皆さんです。